よろしくお願いします。お願いします。妹さん。ああ、そうなんです。全然知らない妹が先に埼玉セミナーで、ね、そう。え、なんでなんでなんで、ずるいずるい。おかしいおかしい。お世話になりました。こちらこそありがとうございました。どうしましょう今日。一番はやっぱり今日なんか落ち着いてるんですけど。乾燥してますからね。はい、 こんな感じボワボワしちゃう、はい、なるほど。多分生え方なんかいっぱいつむじがありそうな気がする。白とかそうですね。なんか割れちゃう、割れちゃう感じですね、はい、多分こことかこことかここ強いですね、はい、結構。なのでどこをこうやっても、うん、いつも割れてる感じが。これねもうブローしかないですね。何かでどうこうできるわけじゃないんで、うん、こういうロールブラシで、はい、こういう感じです。こう逆逆、そう、こうやって根元ドライヤーこうやって当てながらバーッとこうして、はい、こういう感じ。なるほど。全部逆の方向にやると根元が立ち上がるんですね、はい、そしたら逆にもう一回こっちやっちゃうんです、はい、眉バーッとやって、そうすると根元が均一になるんで、最後にこう整えて、で一回ブラシをかませてブローすると綺麗になる、はい、これちょっと今見れてないと思うんですけど、ね、撮ってるんで、はい、そう、まあでもなんとなくやられた感じは分かりますよ、ね、はい、分かります。はい、これはもうね矯正しようがないでしょうが、うん、根元のこう生え方の問題なんで、はい、でもすごい簡単だと思いますよ。そうですか。うん、大丈夫。どうしましょうかね。なんかストレートかけるまででもないの、かけた方がいい、はい、かけましょうか。妹さんのツヤツヤを見てますからね。そうなんですよ。もう未だにツヤツヤしてて、未だにツヤツヤしてる。もう雨なんか怖くないとかって。あ、じゃあやっちゃいましょう、はい、ね、OK です。前髪がちょっと、前髪チリチリしてますね。ちょっと力がない。力がない。なんかこの子が横にこう生えてて、うんうん、それがいたずらして。あ、これ、はい、ありますね結構、はい、ありますね、はい、でここがこうピョイってなっちゃうんで。なるほどなるほど、はい、OK です。じゃあ全体ストレートしてカットとかどんな感じがいいとか。カットは、うん、あのどういうふうにお願いしてもいつももっさりこうなっちゃう。おーおーおー。多分裾がぐるんってなっちゃうからだと思うんですけど、うん、どんな感じがいいとかあります。なんかこう、ね、締める。あ、キュッキュッと、はい、でも無理ですか。得意です。 ありがとうございます。やりましょうね、はい、カラーは明るい。カラーは、なんか白髪を目立たなくするようにっていうことで、うん、今明るくすごいしてもらってるんですけど、うん、いいと思ういいと思う。ただストレートと一緒にやるとちょっと沈む、暗くなるんで、まあ徐々に明るくなるんですけど、はい、今日の仕上がりちょっと暗めでもいいです、はい、うんうん、大丈夫です。大丈夫です。綺麗になります。ありがとうございます。あんまり暗くしない方がいいかな。ショートだし、はいはい、お任せでいきましょうか、はい、OK です。お願いします。はーい、 OK です。じゃあ今日はこんな感じで酸性の宿毛矯正ですね。で、全体的にかけて妹さんと同じツヤツヤの宿毛矯正に、はい、しましょう。あの時よりあのさらにトリートメント、僕はメテオ、ああご存知ですそうがあるんで一歩上に行きましょう。はい、じゃあすぐ準備します。お願いします、はい、はい、酸性宿毛矯正ですね。もう簡単、アルテマのリッチシスティアミンですね。 pH 6.5 のシスティアミンにパイマーのグラッツスピエラ10%、1対 10% でいきます。もうそんなにすごい極度のエイジング毛でもなさそうですし、髪の毛の弾力張り腰もあるし、結構ツヤもあるんで結構ケアされてますね。ありがとうございます。ちょっと待ってやめましょうそういうつもりで聞いてないでもありがとうございます。いいものなんですいませんそう、ありがとうございます。まあでもいいですよ本当に、はい、後でまたそんな話しましょうかありがとうございます。じゃあちょっと塗り方なんですけど、もう本当にすごい難易度が高かったりしたらペーパー使ったりとかいくんですけど、基本的に今日のモデルさんに関してはそんなに難易度が高くなさそうなんで普通にいきます。で、襟足も基本的には塗らずに丸さを出していってもいいんですけど、今日は引き締めていきたいのと、この生え癖やっぱ結構ありますね。なんででもちょっと時間差でいこうかなと思います。第一線これだけ、第一線だけ外して普通に塗っていっちゃいます。で、毛先の先はちょっと外しておこうかなと思ってます。どうしても毛先っていうのはダメージが溜まりやすいとこなんで、いくら酸性の宿毛矯正でもやっぱ塗布しちゃうと薬が過剰反応する場合もあるから、これぐらいですね。次のパネルもいきましょう。ちょっとこんな感じで、で酸性矯正、あのセミナーとかでも言うんですけど、根元についても折れる心配がほとんどないんで、あ、結構塗りは早く、適当にっていうとあれですけど、ざっくりで大丈夫です。もうトリートメントを塗っていくような感覚。通常のアルカリの宿毛矯正ってどうしてもなんかそこら辺センシティブに、根元1センチは絶対開けなきゃいけないとかそういうのがあるんですけど、基本的に酸性の矯正はアイロンの方でコントロールするイメージなんで、根元の方はそんなにセンシティブにならなくても大丈夫です。こんな感じ、こうして毛先を外しておく。でこのまま全体、はい、そんな感じで根元毛先外しで全部
塗り終わりました。前髪、ペーパーです。ペーパーで毛先を外してます。見せようかな。こんな感じ、毛先外して根元しっかり塗ってます。前髪は特にね、根元攻めちゃっていいです。酸性の良さを生かしたいんで。で、通常のアルカリ宿毛矯正と違って、時間しっかり置きます。トータル今日は20分置こうかなと思ってるんで、今から10分なんですけど、この毛先後で同じ薬でいきたいんですけど、さすがにちょっと前処理しときたいんで、ペラフェクトネクタ、活性ケラチン原液ですね。原液をちょっと塗りづらいんですけど、毛先の方に少しあんまグッと押しちゃうとすごい出るんで、ちょっとずつこれで毛先を保護しつつ強化ですね、保護しつつ強化することができます。こうしてちょっとずつ揉み込んでいく。はい、一液一番下外してます。襟足と同じですね。よし、基本酸性矯正は外さない場合も多いんですけど、今日は丸みを作っていきたい、そういう意味で一番下は外していきますね。で、毛先にケラフェクトが全部ついたら、毛先だけコーミング、根元の方からコーミングしちゃうと薬が伸びちゃうんで、薬が伸びないように気をつけながら毛先だけフォーミングして、これで10分置いて10分後に毛先まで一発でいっちゃいましょう。時間置きます。はい、すいません、失礼します。はい、今10分経過ですね。はい、ちょっと見てください。はい、ケラフェクトコネクタはもうだいぶ浸透して、かなり張り越し弾力っていうのが出てる状態と、上がこのリッチとスピエラによってちょっとクタッとなった状態ですね。クタッとなった状態で、これにまず水分を足します。水分2フォームですね。2フォーム、酸性液でも、しっかりと浸透促進を促すことができる浸透剤です。浸透剤でありながら硫黄が入ってて、結合強化剤、シスチン結合っていうのをしっかりと増やすことができます。ちゃんとこれをわーっとつけます。そしたら先ほど塗ってなかった襟足も含め全部に薬剤つけていきます。もうしっかりと、本当に先ほども言いましたけど、トリートメントをつける感覚で大丈夫です。この時根元の部分に足し塗りができるように、ちょっと量が足されるようにしてあげると、より補正が綺麗にいきます。この一番下の部分もついてないんで、ちゃんとつける、もみあげの部分もしっかりとつけます。これは塗りは本当サクッとで大丈夫です。ただムラにならないようにちゃんと細かく丁寧にしてあげてください。はい、全部塗ったんで前髪ですね。前髪もこのままずーっと取ってあげて、バッチリです。このまま自然放置、そうだな、そんなに強い癖じゃないんで7分で流します。で、流しの中間処理ですね、まず水洗します。水洗したらノットのシャンプーでバーッと泡立てたら、その上にヘマチンバーッとかけちゃいます。リトルのヘマヘマですねを、もう普通に5倍希釈したやつを泡の上にかけて、さらに揉み込みます。それで、ヘマチンを全体にシャンプーと同時に髪の毛全部に浸透させて、還元剤の不活性化っていうのを行って、しっかり流したら CMC ですね、ドロップでチェンジリンスして上げてきてもらいます。お願いします。はい、じゃあ推薦しっかり終わりました。じゃあここから中間処理ですね。ドロップでチェンジリスしてるんですけど、ここからしっかりと入れていきます。なんでかっていうと、前処理ってほとんど流れちゃうんですけど、中間処理はこのままドライして、さらにアイロンまでして定着までできるんで、ここが一番宿毛矯正大事になってくると思います。ケラフェクトコネクターの5倍希釈、アクアリキッド状の CMC ですね、酢酸ナトリウムとエルカラクトン、髪補修成分ですね。で、ノットのミスト、こちら、レブリン酸ですね。で、もう一度オイドロップですね、髪をしっかりさせてくれる効果があるのと、で最後、アイロンをスムーズにするためのリンクのオイル、クロペンタシロキ酸っていう種類のオイルですね。でがっつりつけて、でコーミングでなじませたら、タオルで余分な水分取っちゃって乾かしてアイロンです。はい、こんな感じで乾いたんですけど、こういう感じですね。結構そのエイジングによる毛先のチリつきっていうのが絶対に出てくると思うんですね。こうやって表面のチリつきとかもそうですけど、でここら辺はもちろんしっかり伸ばすんですけど、毛先ってやっぱりどうしてもダメージが溜まってる場合があるんで、水分を残した時のアイロンっていうのはやっぱりそれが負荷になったりもするんで、ここ根元中間までは水分1割残しぐらいにして、毛先はもうブローで決めちゃう、でアイロンをするっていうのがいいですね。ちょっとやります。ちょっと普通のブローとやり方が違って、根元中間はそのままにしておいて、毛先だけブローです。こういう感じ、毛先もう綺麗にしちゃうんですね。これアイロンで綺麗にしようと思うと、本当に負荷がかかってビビり毛の原因になったりとか、あとはまあ普通にビビりまでいかなくてもパサつき、指通りの悪さの原因になったりするんで、毛先はもうブローで、根元中間がこの水分が残ってる状態という形でアイロンしていきましょう。はい、そんな感じ、毛先ブローしてるからここ綺麗ですね。でここら辺は水分が残ってるんで、こういうチリついた髪質になってるんですけど、これでさらにアイロンしていきます。アイロンなんですけども、まあロングとかすごい強い癖の
場合はピンブラシでいくんですけど、これぐらいのショートの場合は普通にフォームで大丈夫です。でしっかり熱置き、200度使います。200度アイロン、200度ですね、ラディアント。シルクプレート新しくなったんで、新しい 35mm 買ったんです。めっちゃ質感いいです。で1回通してゆっくりで、コーム挟んで、挟んだらゆっくり、中間抜けがちなんで中間まではしっかりゆっくりで、毛先スルー、こんな感じですね。処理剤ついてるんで最初固まるんです。こうやって溶かすとこういうツヤのある質感になります。で後で曲げていきます。こっちしろの酸性矯正こんなにシャキンとはならないんで、しっかりとアイロンしていきましょう。よし、じゃあアイロンしていきますね、はい、よかった。でも妹さんも調子いいみたいで、大あれ埼玉セミナーっていい、いや東京だったんで、東京セミナー、はい、そうだ、7月ですね。そう東京セミナー、そうですね、馬場のアリミナさんでやったやつ、はい、もうセミナー行きすぎて分かんないですよね。なんか休み全然ない、やめてください。 NG はやめてください。休みないですよね。いやそうですね、いつ休んでるんだろう。いやでも意外にちゃんとあれですよ、ないんですあれですよ、ないですよ、なんですか、意外にあるんですよみたいな、しないでもらって意外にないんです。意外にないですね。先週あの高知県行ってました、インスタで見ました、ありがとうございます、はい、高知県、はい、飛行機、ね、逆に言うと近いんですよ、うちから羽田空港まで30分ぐらいなんで、はい、でもう乗っちゃえば1時間で着くから、うん、でもちょっと誤算だったのが高知空港から高知市が結構遠かったよね。うわ、分かんないです、私ずっと寝てましたずっと寝て、ずっと寝てた。移動は車だった、移動は、その時はタクシーで、あー、まあ、電車とか乗るわけじゃないから、いいんだけど、3時間移動した後にセミナーを4時間やって、でそのまま高知の街で飲むっていう、なかなかハードな、飲むところまで、でも高知はうまかったんですよ。カツオうまかったよね。土佐巻き、なんだっけか、なんかいろいろ教えてもらったところを行こうとしたら、なんか僕の友人の高知県出身の女の子がいるんですけど、それこそあの親戚が高知県で酒造をやってるみたいな、そう、そこ行こうと思うんだけどって言ったら、こんなとこはあかんみたいな感じで、観光客が行くとこだよみたいな、観光客ですけどね間違いない確かに、まあ、俺観光客のつもりじゃなかった観光客ですけどね、我々確かに、なんかすごい美味しいところあるからっつって、カモンテなんか有名らしい、有名な感じも良かったし、そんな広くないんですよ、なんか狭いんだけど、なんかなんて言うんだろう、でも高知のセミナーやってる時にもうカモンテってとこ行こうと思うんですけど、ああかかってますねみたいな感じだったんです。全然そこの場面が全く、そうだ、岩崎はシャンプー別部屋だったんでシャンプー中に俺が雑談してた美味しかった、うまかったね。高知の中料理って名物って何なんですか。カツオです。あ、カツオなんです。カツオ、土佐巻き、土佐巻き、あと何、あのお肉は違うんですか。何肉だっけ。赤牛。あ、そうです、赤牛。でもあんまり覚えてないんですよ、お酒で高知の夜は暑かったです。岩崎さんにご迷惑をたくさんかけて、あ、YouTube で言うんですね言わないんだと思ってたんですけど、言うんですね、なんか言うんだちゃんと反省の念を込めてね、もうブチ切れですよね僕だけだったらあれなんですけど、その代理店さんとあと美容師さん一人加わって飲んだんですけど、その男3人が記憶がゼロで岩崎が飲まない人ですよね。私飲まないからですよね。それでなんか居合わされ最悪でした。ちゃんと帰れたんですか、ホテル。ちゃんと帰りました。普通に帰る、1時ぐらいに帰りましたね。大変でした本当に岩崎さんが何が大変だったんですか。岩崎さんが大変でした長谷さん大変なことあったんですか。僕はね、翌朝からの二日酔いが大変でした。翌日はなかったんですか。あ、もう帰るだけ。もう帰るだけ。普通に帰って。いや、なかなか高知はすごかったです。でもなんかすごいのどかでしたね。空港から街に出るまでが結構田んぼだったんです。実際僕米見ました。米の田んぼってこと。米の、待って、米以外って田んぼって言わなくない？麦とか。あ、麦も田んぼって言うんですか。え、麦畑じゃないですか。麦畑か。そうですね。田んぼって米だけ？稲だけかな。なんか田んぼって田んぼって感じしません。え、何そのバカみたいな田んぼって田んぼって感じしません言い方が悪いな、その再現の言い方が悪い。なんか違うじゃないですか今、別に私そういうつもりで言ったんじゃなくて、うん、どうです、田んぼって田んぼって感じしません
テイク2 なんか分かりやすい、なんか米って感じなくて、もう田んぼって感じ。ほら、どんどんバカになってくる。久々に見ましたね。なんか毎日見てるから。お住まいどこですか？田んぼです。お住まい田んぼです。どういうこと？どういうこと？田んぼだね。だって都内近郊ですよね。いや、どうでしょう。そんなことはないと思う。そんなことないんですか？どっからいらっしゃったんですか？埼玉なんですけど。あ、じゃあ全然、じゃあもう近郊じゃないですか。なかなかに田んぼです。なかなかの田んぼですか。あ、でもね、のどかで。しかもまた気温がめっちゃ良くて、ね、暑いんだけど、意外に湿度もそんななかったんだよね。高知ってそういうところですか？でもね、たまたま。ああいうところでサーフィンとかもしたいなっていう。東京戻ってきたら寒かったですもん。超寒かった。東京。僕も完全移動の日だから、うん、あの普通 B さんで行ったんですよ。凍えろ凍えてしまえ。空港から B さんで、空港から B さん、まあ、タクシー乗っちゃったんですけど、そうそう、でも網と思って、凍えてしまえ。なんでお前そんな急に寒くなりました。冷たいの。なんでそんな冷たいの。あ、墓地で迷惑、ご迷惑おかけしました。僕は謝っといてください。怖いですね。インスタで流れてくるそのサロンで、なんか近くでっていうか、まあ車でその距離で、あ、メテオ導入サロン。メテオ導入サロンはこの YouTube の概要欄にリンクが貼ってあるんで、埼玉県結構増えてきましたね。はい、あのインスタで見たらなんか近所にあって、うん、ありました。みんな上手ですね。そんなに難しくいいことしなくても綺麗になるっていう設定なんで、特にこの矯正やった後のカラーの時はメテオ入ってるともうめちゃめちゃ綺麗になります。ちょっとあのアクセスのいいとこ探してみて。結構 全国で数百サロン、メテオサロンさん結構みんな勉強熱心だけど、このスピード感で導入してる人はやっぱ早いですね。アンテナ高めな、アンテナ高めですね。本当に。あとは僕の YouTube とかを結構少なからず見ていただいてるサロンさん結構多いんで、そうってことはなると、やっぱり、まあ、基礎的なこういう宿毛矯正の技術とかもやっぱり知識として入れてくれてる人も多いかもしれないです。いろいろ楽しいですが、美容師さんたちとなんか地方とか行って話して、うんうん、来週ちょっと大きいイベント大阪でやるんで、まあ、来年もまたセミナーがガンガンガンと、はい、お話いただいて、はい、しっかりね休み取りながらやっていきたいと思います。住み取りながら、まだ海外とかは、海外はさすがにちょっと厳しいですね。昔よく言ってましたけどね、なんかね、そのような話を、うん、海外ね、でも海外行ったら岩崎食えるものが少ないんじゃないかな。ないですよね、いや食べ物。そうそうそう、なんか本当にあの海外行ったらマジお前食えないかも。あ、食べ、海外行ったことあります。食べてました、食べてました。それだってあれでしょ、美容学校なの、ヨーロッパのやつでしょ。ヨーロッパでしたね。ヨーロッパってなんか、アジア行ける。ピザとかカルボナーラとか、ピザとかカルボナーラとか、え、ドミノピザのメニューってことでしょ。なんでそういう言い方じゃん。あとレストラン行きました。レストラン行きました、行きました。だって四川省とか行ったら、デートとか俺すごい好きなの。四川料理、火鍋、辛いやつ、もうめちゃめちゃうまい。食えないでしょ、辛いの限定で。なんでそんな辛いのじゃないの。絶対ありますよ。ないんだよそれが。え、四川ってみんな辛いんですか。そう、もう出てくるもんが全部辛い、辛い、全部赤い。シュガープリーズってやつ。シュガー、オンオンって、シュガーオンって。ノー刺激って言うんですか。なんでそこ英語じゃねえの。日本語ノー刺激って。いやでも本当に、僕はどこでも食えるから。でもアマゾンとかでも生きていきそうですよね。アマゾンでも多分生きていけるね。アマゾン行くんだったらその食べれる葉っぱとダメな葉っぱの知識はつけときたいけど。すごいな。アマゾンは一人で行ってください、ね。待って、ちょっと一緒に行ってくれる予定だった。アマゾンでセミナーで。しますよとか言われて。誰がやんない。アマゾンで行って。原住民の人たち。原住民の方のその行ってきるとかに出てくるのアマゾン食べ物を。すごい宿毛矯正とかして。いやもうテレビ見すぎ。アマゾンフードはちょっとさすがに確かに厳しいな。でも台湾行ってみたいんですよね。台湾マジ食うもんないと思う。台湾のご飯が美味しそうだから行ってみたいっていう。八角いけるのかな岩崎。俺は八角大好きやん。88角、マジ八角。でもコンビニは八角の匂い。八角が何か分かんないですね。アメちゃんのスースーするやつ。あ、それ八角。バーカ。すごい。危ない危ない危ない。アイロンして。アイロン投げ出さない。葉っぱですか。種ですか、あれ。何なんでしょう。実。ね、本当にかっこいいんだよ。八角。角が8個あって、星みたいになってる。
あ、フルーツみたいな感じですか。でもちょっと小さいやつで、もうなんか、これはなんかダメなんですか。質感としては松ぼっくり。いや、そんな感じ。それがあらゆる料理に、そう、香りがすごくて、そういう匂い、スパイス、はい、なんなんですかね、八角は八角ですよね。もう街中から食べれないですかね、私。それが苦手な人、苦手な人多い、多いかも。あの、俺の後輩ロンドンの早野はもう、ま、マジもうシャットダウン、シャットダウン、八角シャットダウン。え、台湾行ったら何食べてたの。コンビニ、うん、もう来るんだ。コンビニもだって八角ですよ。あ、でも普通のセフティ、普通のなんか八角じゃないやつは売ってないんですか。いや、普通にあのスナック菓子とかは売って。 あ、まあ、あとはかき氷、アイスモンスター、あの、一生アイスモンスターを食ってるってことですか。美味しいよ。あ、知ってますけど。あと何、果物、マンゴーとか。あれかな、観光客向けのちょっとしたお金を払って。確かに、うん、あれになんか夜の屋台みたいなところに行きたい。夜市、夜市でもだって大丈夫。何ですか。これはすごい食えんの、衛生面とか全然。あの、俺信じてるから、台湾の人たちを。なんか私がそんな、なんかお前多分信じれない。野良犬とか言うから。そうですね、なんか本当だろう、なんつったらいいんだろう、うん、屋台、屋台。衛生面、衛生面は俺は信じてる。その場面を見なければ食べれます。いや、でも見ざるを得ない。見ざるを得ない。、うん、裏まで見えちゃいますよね。そう、裏で食べてる感じ。そうそうそう、なんかその、そうだ、小籠包とか美味しそうだなと思って台湾行きたいな。小籠包はちゃんとしたところで食べた。リンダイホン行けばいい。リンダイホン、あの、銀座一丁目にあるから。あ、銀座に行けと。日本、安全ですね。綺麗だし。あ、銀座に行けと。わかりました。台湾が本店。台湾じゃなくて、お前は銀座に行けと。の方がいいでしょ、近いよ。なんだっけ、ジーリンロウだったよ。なんかいろいろ、あれ、行ったことありますよね、台湾。はい、あの、なんだっけな、アンチャラスイカンとかいう、白菜の、酸っぱい白菜鍋知ってます。もうなんか、いや、めちゃめちゃうまいんですよ。それ酸っぱいやつですよね。酸っぱい白菜に豚肉がこうバーってなってて、はい、それで鍋になって自分ミルフィーユみたいになってる。そうそうそう、自分であのタレ作っ て、うん、あの食べるんですけど、うん、めちゃめちゃうまい。あれをどうしても日本で食いたくて、うん、探しても日本でどこでも食えない。そこだけなんですか。うん、そう、なんか台湾でめっちゃうまい、これ本当やばいってやつを日本で食おうと思って検索しても全然出てこないんですよ。あの、その酸っぱい白菜鍋はなんか六本木のなんかちょっと高級台湾料理屋みたいなとこで期間限定で冬かなんかにやるみたいな記事は見たんですけど、それしかなくて、あんなの流行らせたら絶対もうみんな食うと思う。俺白菜鍋屋やろう。どうぞ。こういうわれ、どうぞ、こういうわれの人だ。手伝えませんかね、勝手にやってください。飲食店でバイトしたいって言ってた。言ってことありました。そんなこと言ってないと思う。いらっしゃいませ。そんなこと言った覚えない。そこ手伝わせるかな、俺岩崎。絶対やりません。違うことやらせた方が絶対効率いいよ。絶対やりません。あとあれなんだっけ、いや、なんだっけ、胡椒餅。胡椒餅、胡椒餅っていう、なんて言えばいいんだろう、肉まんを焼いたやつ。美味しそう。そう、肉まんを焼いたやつ。焼く、なんか大きい釜の側面に肉まんをバン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 って貼り付けてて、そうそうそう、で、焼いてあって、高温で焼いてあって、で、もうカリカリなんです、で、噛んだ瞬間、もう沸騰してる肉汁で口の中全部もう溶ける。ブラーン。やばかった。危ない危ない。それがまた本当にうまくて美味しそうです。 それは美味しそう。それもなんかこんな日本で絶対流行るじゃんって探したけど、中華街に1店舗だけある。中華街ってどこ。横浜。横浜ですか。そうか、中華街って言えば神戸。神戸。遠いなと思って。1店舗だけ。中華街といえば横浜なんですよ、僕ら。なんかすいませんね。中華街といえば神戸なんですよ。神戸なんですか。怒られますよ、関西の人に。名前、そうそう、やめろ、コメント欄で関西の人見方ですけど、兄さんに怒れます。兄さん。日産 TV に関西の人を味方につけがちやから半分か半分か。朝から卵かけご飯って関西の人食わないらしいんだ。え、いや、そう、日産とも喋って一回飲み行った時だよね、日産と。そうで、卵かけ文化がないわけじゃないですか、ね、そう、卵かけご飯はあるらしいんですけど、卵かけご飯を朝には食べない。えっつって、いつ食べるんですか。え、昼とか。えっつって。私そもそも生卵が苦手だから食べないんですけど、でも基本朝はパン。そう、なんか朝から米は重いって言ってて、米が重い。まあ、100歩譲って米が重いとしましょう、はい、それをサクッと食うために卵をかけるんじゃない。違う、でも納豆とかも食べない。あ、でも私でも納豆食べますけど、うん、納豆嫌いな人はいますよね、うん、私のママは納豆食べない。あ、そうなの。食べれない。あんなに健康にいいのに。匂いが、匂い、納豆って匂いする。え、それは鼻がやばいっすめっちゃしますよね。ちょっとどっかについてるだけでも、まあ、あ、納豆、納豆がどっかにいる。じゃあちょっとこれで、はい、はい、こんな感じでアイロン割りましたね。はい、すごいサクッともう感じだと思います。で、もちろんもっと酸性なんで、ここ
から、固定していくとすごい柔らかい丸い感じになるかなと思います。でカットラインですね、しっかりとこういう感じで、今上レイヤー入ってるんだけど、レイヤーの位置がここ高いんで、この高いレイヤーの位置に合わせて襟足とかを詰めて、こいつが多分これ以上切ってしまうとすごい変な高いレイヤーの人になっちゃうんで、ここの位置をキープしながらカットを詰めていこうかなと思うんですけど、先にカラーで固定します。ノンアルカリなんでカラー酸化が可能です。はい、じゃあカラーいきます。カラーで、強制の酸化、固定ですね、押していきます。カラー剤紹介、鉄板ですね、 14N のニジビグリーン。離島のカラーかなりメトロとも相性いいし、ツヤ感をすごい出す透明感カラーが作れるんですけど、まず迷ったらこの3色だけ使ってみてください。美容師さんこの3色だけでいいです。他のものは後から揃えればいいんで、この3本さえあればある程度のものができます。で今日は、4対1対10本が根元の薬で、基本的に明るさ的に3対1でもいいかなって思ったんですけども、どうしてもカラーの固定、強制のカラーの固定っていうのは黒子が3回使われて少し暗く仕上がりやすいんで、基本的に、1個上にしました。でこちらですね、先 14N グリーンでディープブルー、4対1、これはもう4対1なんですけど、ディープブルーがちょっとですね、親指の爪ぐらいですかね、少しグリーンにディープブルー少し足してあげるだけで、コクのある、マット系っていうのが作れるんでいきます。で根元おなじみ頭皮保護テンサイトとコネクターワンプッシュ、インフォーム浸透を浸透剤リプッシュですね。今回は先はこの2つプラス、はい、メテオ大好評ツヤ出しカラーと、手触りを良くして、それがさらに持続するっていうカラー剤に添加するトリートメントですね、グリオキシル酸などなどが入ってます。それとまた 3g 入れてます。いきましょう。はい、時間経ったんで、はい、バッチリですね。いい感じに、綺麗になってると思います。はい、アクアですね。なんで、しっかりと液状の CMC、アクアを振って、で、離島のカラーって、カラー剤の2倍量の水分と混ざると、アルカリ、残留アルカリが遊離するっていう、それが特徴のカラー剤なんで、しっかりと水分足してあげます。その後、シャンプー台でもしっかりと後処理していきます。後処理の方法としては、最近流行りですね。まず、ヘマヘマ、リトルのヘマチンを使って、その後、ジャックエッジですね、マデナの、後処理剤、ハース調整剤を使って、そのままノットシャンプーインフォーム混ぜて、そのまま流してケラフェクトの原液をしっかりと揉み込んだら、そのままコアミですね。はい、じゃあこんな感じでシャンプーお願いします。お疲れ様でした。じゃあいきましょう。じゃあノットのミストつけてカットですね。分け目右の方が多いですか？いや、右には分かれない。左の方が多いですかね。はい、はい、OK です。じゃあシュッとさせましょう。はい、はい、でも、ノットのミストって、なんかカラーの退色とかも、あ、防ぎますよ。ですよね、なんか、あ、実感していた。もう使ってらっしゃる。はい、もうずっと、ありがとうございます、はい、そう、いいですよね。いいです。ノットのミスト、ノットというかミストめちゃめちゃ自信作なんですよ、はい、絶対にね、必要なもんなんですよね。カラーの退色も抑えられるし、やっぱダメージ、やっぱ蓄積型なんで、洗ってもやっぱり保湿成分がずっと綺麗に残ってくれるから。ありがとうございます。行きましょう。ちなみになんですけど、一個ご相談なんですけど、はい、お土産が結構下まで生えてるんですよ。いや、全然、あれですよ。よくある話。おっさんみたいな。おっさんだよ。おっさん。本当のおっさん、ここまで生えてる。いや、そういう話じゃなくて、はい、こういうショートを作るときに、はい、ここが結構邪魔して膨らんできちゃうんですね、はい、なんでここをめっちゃ普通に短く切っちゃって2ブロックみたいにするとショートメリハリ出るんですけど、ちょっとやってみます。任せで。やってみましょう、はい、OK、じゃあカット解説いきます。ちょっと下向いてください。ということで今日は、しっかりメリハリのあるショートで、さっきも言ったんですけど、トップのレイヤーの位置は変えずにメリハリつけていきます。でここ3つ襟、はい、割れてますね、こういう感じで。なんでここら辺をしっかりと処理しながらタイトな肌に馴染むショートしていきます。はい、レザーカットをまずレングス落としちゃいます。上と下の、差を少し減らしていってあげるっていうのがいいですね。こういう感じ、まずこうしてレザーで落とす。でちょっと C シェイプしながら形を決めたら、 C シェイプするとこうやってどんどん内側に入ってくるんで、はい、セニングはN スペックですね。でセニングでまず出てきたのを叩き切る。これシザーでいっちゃうと本当肌なじみが良くないんで、ちゃんとレザーで切った後に出てきたやつはセニングで叩く。でしっかり C シェイプを何回かして出てくるなってやつは落としていくといいですね。はい、そしたらこの内側のところをルーツセニング、これだけで完全にもうピタッと収まります。ネック側もそうですね。ここですね、ここをルーツセニング。今日のモデルさんだと刈り上げるというかバリカン入れるまでではないんで、このままいきましょう。じゃあレイヤー入れていきます。はい、 N スペック普通のシザーですね。はい、縦に引き出して、こっから襟足からしっかりとレイヤーが入るようにハの字スライスで引き出して、セイムレイヤーよりは若干ぐらい寄りかな、ショートなんで、さっきのトップの位置にめがけたいんで、まずは予想にはなるんですけど、そこをしっかりとやっていきましょう。引っ張っ
して、こんな感じ。もう襟足がだいぶ薄くなって、しっかりと肌なじみのいい感じになりました。一応台行きましょう。で、こっから先切るとこがどんどん減ってくれば正解。縦に引き出して、こういうこの角度ですね。こんな感じ。切るところが、ここはこの長さがあるけど、ちょっとしかない。こうやって減ってくれば正解です。よし。引っ張って、で、ハの字。ハの字でアウトライン切らないように、そうするとどんどん切るところが減ってきます。多分切らなくてもいい感じになってくるんじゃないかなと。はい、ここら辺切るところないですね。要はこのボンノクボあたりのこの長いところっていうのはやっぱりメリハリを作らなかった。このボンノクボ、ここの首になるところですね、頭と首の付け根のところあたりにボリュームポイントっていうのが落ちてくるとかっこよくいきます。あ、こっち長いですね。こっち長いんでちょっと切ります。これですね、アウトラインごといっちゃっていいです。はい、そしたら次上上段いきますね。上段も2段に分けます。頭の形をしっかりと見極めて、角度の強いところはしっかりと細かくいきましょう。はい、このままいくと、はい、トップ切るとこがなくなるはずです。こんな感じ。ここは切るんだけど上はもう切るとこがない。これが正解です。超理想を言っちゃうと、トップはもう少し長さがあった方が良かったけど、まあないものはないんで、大体あるんですよ。メリハリのないショートっていうと、トップが短くなっちゃってる人で、結局四角くなっちゃってる人っていうのが結構多く見受けられるんで、それをしないように、はい、で後ろに引いて、ここはもうアウトラインいっちゃっていいです。でトップの方にピンしゃがって切るのが少ない。そうするとこうですね、ピタッと丸さ、頭の首に沿うようなショートができます。左サイド切るとこ少ないですね。ちょっと左右差があったかもしれないです。はい、でトップは多分切るとこはないです。引き出してない、ない、触らない。それだけ。はい、真正面向いてください。そうするとまず横から見た時にこうですね、このさっき言ったボンノクボのところにボリュームポイントがある。こうすると乾いて上に上がる、ドライカットで上に上がるっていうのができます。そしたら2ブロック作ります。で、女性の2ブロックは斜めに入ってきます。こう、斜めに入ります。あ、もうちょいですね。こんな感じで斜めに入ります。ここは切らない。男性は真横に行ってもいいんですけど、女性はこうやって、斜めに落ちてくるといいですね。で、ここをもう膨らまない前提ぐらいで、ちょっとレザーでこう薄くなるように切ります。耳タブぐらいですね。耳、最悪耳にかけられる長さぐらいがいいかなと思います。こうです。こういう感じで切ります。逆サイド同様ですね。左右合わせて、そしたらちょっとすいておきます。これは後でドライカットでしっかりやるんですけど、少し髪の毛のパワーを減らしといた。こんな感じで薄くしとく。こういう生え癖てか生え方ですね、どこまで生えてるかとか、なんかそういうのを考えながらやるのがウィッグのカットと違うところですね。そのまま、はい、さあバックここまで切ってます。ここのイヤートゥーのラインに合わせて全部引いてくるんで、下段は切るとこはないかなと思うんですけど、そう、引いてきたときに結構切るとこあると思います。で、もう一回取って引く。そうするとこのガイドがここですねになってくるんで、このままこの2ブロックの下のところは無視してください。で、後ろに引いて、はい、そうするとこうです。真横から見ていただくと、後ろはこのラインで上がって少し前に下がる。ここがメリハリのあるスタイルっていうのができるんで、一気におしゃれな感じになるかなと思います。もうスッといっちゃった方がいいですね。同じです。トップも後ろに引いて、イヤーというの位置で切る。そうすると前下がりのグラデーションになるんで、これを後で乾かしてからレイヤーに変えていきます。イヤーというところでガイド通りに切る。で、下の2ブロックは無視して順番逆でもいいんですけどね。切ってから下段を切ってもいいんですけど、そうするとやっぱ全体的な長さが不確定になるんで、確定させちゃった方が僕は好きですね。こんな感じでいきましょう。じゃあトップ。切るとこ。あんまりトップは切りすぎない。これ切りたくなるんですけど、それはまやかしです。よし。で、こんな感じで切って、次ドライカットですね。なんとなくこの横から真横から、さっきと一緒ですね。こう頭の丸みと締まり。じゃあ乾かします。カット前にもつけたんですけど、ノットのミストもう一回軽く振ります。軽くでいいです。綺麗にしてリンクのオイルを少しで全体につけて乾かします。乾かし終わりました。はい。なんかツルツル目がね一瞬
どうですか？いいですか？いいですよ、もちろん。まだ全然見えてないよ。カット終わってないんですけど。触り。手触りが違う。バッチリです。すごい。こういう感じで、まだね、ここら辺も重たいところ、ここをちょっと締めていくのと、ここら辺が少し軽くなったんで、だいぶまた、この要はサイドのところですね、サイドのところを2ブロックにしたから、こうかけた時とかにもいろいろ動きが出せる、はい。もっといい感じになります。はい、じゃあ、2ブロックいきましょう。すごいバッチリじゃないですかね。じゃあこのまま今ブラントで切ったところですね、これ跳ねたりするんで、ここをしっかりと綺麗にしていきたいかなと思います。まあ全体的にチョップですね、いつもやってることと一緒なんですけど、こう襟足の方がかなり馴染んでるんで、こう縦で引き出すとこう大きくブラントが出てくるんで、それをしっかりと馴染ませていきます。まあ紙質的にそんなにセリングで攻めるよりはスライドでいっちゃった方がいいんじゃないですかね。こうして、あんま取りすぎない方がいいですよ。ちなみに結構上の方とかもついてあるんで、基本は取りすぎないように、ただブラントの粗いとこだけを取れればいいです。こんな感じ、こうして、うん、いい感じですね。よし、重たいなと思うところを、さっき切ってた時、まあご覧になったと思うんですけど、ボンド窪周辺が一番長さ切ってるんで、そこら辺にもブラントが溜まってるはずです。馴染ませていきます。うん、いい感じですね。こっちから見ようかな。こういう感じでトップに丸さが出つつ、ここは締まってきた感じ。いいじゃん、サイドですね。特にここ結構長さ来てるんで、このブラントは絶対落とします。ここかなりバツッとしちゃうとおかしいんで、であまりにブラントが取れなかったら、ここのアウトラインはもう一回レザーでぼかしてもいいです。ドライのレザーでぼかしてもいいですけど、うん、大丈夫そうですね。少しボケたかな。こんな感じ、この内側の2ブロックのところも綺麗になってます。耳にかけた時に重く見えないように、ここら辺がちょっと重たい時はスライドカットを後で入れます。まあ先にブラント全部ぼかします。 OK、 そしたらスライドカットシザーですね、 SPR でこの片刃のドライカットシザーを使って、刃が片方しかついてないです。耳後ろを少し落ちます。あとはもう重いところをちょっとスライドで、腰のスライドで少しずつ見て、あとは微調整って感じですかね。いい感じですよ。同じくこっちサイドも耳後ろ周辺を腰で、基本あんま好きすぎてもダメなんで、ある程度のところでしっかりと止めるっていう勇気が大事ですね。で、後頭部見てください。フローをもちろんあれもやったんですけど、宿毛矯正で根元結構三節ストレートは攻められるんで、攻めることによってそんなにつむじがいなんなくなってるかなと思います。はい、じゃあ前髪ちょっと綺麗にして、はい、真ん中を切って長さをこと逆に引っ張って切る。そしたら最後に上に持ち上げてレイヤーを少しセンニングで入れる。これでいいかなと思います。ちょっとアイロンメトロが入ってるんでアイロンをします。その時にせっかくショートなんで、内巻きにして綺麗な軽さが出るように一緒にしていきます。優しくゆっくり、もうこれはテンションとかかけなくていいです。湯気が出るのがこのメテオの意味の結合ですね。フォーってなりますよね。最近は全然矯正とかしてなかったんですけど、うん、はいはいはい、昔バリバリ仕組みも矯正してて、はい、だけど全然もう伸びなくなっちゃって。あ、そうなんですよ。そう、宿毛矯正が伸びなくなる問題あるんですよね。何でかって、ハビットとかやった。ハビット懐かしい。岩崎の知らないハビット、わかんない。わかんないよね。俺ですらギリです。やったことはない。やりました。板のやつですか？板じゃない、ブロー矯正。ああ、ああ、うん、その後なんか、なんとかっていうのが、別なのが出てきて。リシオじゃないですか。あ、そうです、そうです。リシオは一世を風靡しましたね、見るの。それでも。未だにあって、ニューヨークはリシオらしいですよ。へえ。本当かどうかわかんないです。ニューヨークで働いたことはないから。
あの衣装で、そうです、そうです、そう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 、全然もう伸びなくなって、うんうん、髪は金髪になるし、痛むし、あの痛むし、そうなんですよね、すごいついてないのについてる感じになって、ああそう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 、うん、そうそう、やっぱりね、あの年齢とともに白髪が増えたりとかもあるし、いろんな意味で、あの結構髪の内部が空洞化してくるんですね。だからそれを叶えるのはこういう酸性の縮毛矯正だったりとか、いろいろ組み合わせてやると結構変わってきます。とにかくもう髪で悩みすぎて、コロナで、うん、あのサロンに行けなくなって、うんうんうん、で自宅でセルフカラーを初めてやった時に、もう痒くて痒くて、でなんか気がついたらハゲてたっていう、いや地肌もそんな強くなさそうなんで、びっくりして、うん、でちょうど1年くらい前に、うんうん、あのノットのシャンプーが出て、うん、もうすぐ飛びついて使い始めてあの毛が生え揃ったんですあ、よかった、地肌がなんかすごい、地肌にいいですよね、そうスカルプの成分は入れて、うん、育毛の成分は入れてないんですけど、うん、やっぱりあの刺激の少ないマイルドな洗浄成分と、うん、皮膚の正常化を促すあの幹細胞だったり美容液成分がやっぱりかなり効いてくるんで、これも見た時はびっくりしました。いやだからかな、トップの毛があの全然生えてはないんだけど薄い、あ短い毛がいっぱいある、あ生えてき て, そ, う そ, うその前髪もそうなんですよ、なんか生えてきて、うんうんうん、この辺の心とかがダメですよ、本からしちゃホワホワしてもう白髪が気になって気になって、うん、まあそうなんですよね、だから本からしていい髪質の人もいるんですよ、うん、あなたもう何してもあの大丈夫、うん、僕らの手を加えるまでもないっていうぐらい髪の毛が元気な人、うん、とかも全然いるんだけど、やっぱりそういう人少ないから、うん、でましては頭皮を痛めつけちゃうと将来的に結構大変、例えばそれでハゲたってなってやめれたからよかったですけど、それでもなんか続けちゃう人いるじゃないですか、はい、それでもやっぱ人前に出るからとか、はい、続けて今度は頭皮が痛んじゃって今度全部生えてこなくなっちゃったりしたら、もういや怖いじゃないですか、怖いなんですよね、だからそういうのもありえるから、癖だけじゃなくて白髪も気になるようになっちゃったから、どうにも、そうなんですよ、難しいところなんですけどね、よっしょい、そんな感じですかね、お持ちですか、はいすごいコンプリートしてますほとんど、はい、ケラテクトコネクタ、コネクタ3日に一度良くないですか、あれいいです、そうですよね、ちょっと臭いけどね、はい、お風呂場が、はい、まあでも、うん、香りはなくなるから、はい、流せば、一番最初に使った時に、うん、ギューってなってびっくりしました、あそうガシガシになります、ね、ガシガシになってそんぐらい結合するってことです、はい、トリートメントを上からやるとね、やったらツルツルになったんで、ねめちゃめちゃいい感じに、よいしょ、おいすいません失礼します、あさあいい感じ、見えてないですよね、多分。はい、先生見えない視力はあんまり良くないです。まるでダメです。ちょっと一回撮ります。はい、すいません、先生。そこかけてもいいですか。もちろんですよ。わあ、かっこよくないですか。はい、うん、すごい。こんな短くしたの何年ぶりだろう。そうなんです。短くできないっていうか、なんかすごく癖がね。はい、わあ。こうやってして髪が動くっていうその驚きが本当ですよね、はい、いや臭いところも一応取っといてもらおうかな、もうここら辺がやっぱ軽くなりますよね、はい、スッとなってもみあげのせいだったんですか、そうもみあげのせいだったんです、後ろに、はい後ろこうです、おおシュッとでもなりましたね、シュッとこういう、あーやったやった妹さんに嬉しい追いつきましたね、はい、いい感じです、はい、ありがとうございます、はい、こんな感じですかね、いい感じのこのタイトになりつつツヤも出つつ、あとは柔らかさですね、そこら辺がいいかなと思います、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、まあ、ちょっと散りついた髪質ですね。膨らみやすい髪質に対しての酸性の矯正のやり方と、あとはしっかりとメリハリを作るカット、もみあげとかをしっかり2ブロックの状態にして、つなげないカットにして、しっかりひし形でありつつ首に馴染むカットですね。というのと、あとはメテオを使った、メテオとリトーノを使ったツヤ感カラーっていうのをやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。バッチリでした。はい、いい感じです。嬉しい、ね、嬉しい、お疲れ様です、ありがとうございました、はい、完璧でした。
シルエットもめっちゃいいですよ。はい、もう豆腐に頼んでもこうならないんですよ。なんでだ。写真を見せてもこんな風には寄せましたとか。流行りのこの。そうですね。寄せました。寄せましたって言われて。うん、カットで寄ってないけど。マジです。あの寄ったどころか。ストライクまで行きました。はい、ありがとうございます。はい、全然知らない妹が先に埼玉セミナー。お疲れ様です。マジで良くないですよ、そういうの。爪を映そうと思った。今、あくびを映してました。はい、ニューネイ、どうぞ。映んのかな、これで。多分こうした方がいい。いいじゃん。わかりづらいわ。さあ、こんな感じで今日もお疲れ様でした。眠、永遠に眠いね。はい、寝ても寝た。疲れてんだわ。どうしたどうした。寝ても寝足りない。疲れてんですね、多分。はぁ、はい。さあ、まだまだ頑張るぞ。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。